イマーム・ホメニー国際空港は、イランの首都テヘランの南約 30km にある国際空港である。現在市域内となってしまっているベヘラーバード国際空港を代替する目的で建設された。当初はアフマーダーバード空港の故障であったが、1979年のイラン革命の指導者であるルー・ホラー・ホメニーの名が、 取られた。現在、共用中のターミナルと同程度ないしより大規模なターミナル2が建設中であるが、完成日時は発表されていない。空港の建設は1979年のイラン革命以前から行われており、ダラスフォートワース国際空港を藩にとって設計された。当初の設計は、アメリカ合衆国の設計コンソーシアムタムズの手になるものである。さらに、 空港の設計、建設、管理を一括して行う地元の合弁事業タイトムズ AFA が設立された。しかしながら、イラン革命の勃発により計画は凍結。その後、政府はイランの技術ノウハウによる建設を決定し、地元の設計者、技術者をフランスの ADP が主導する形で進められたものの、この契約も2年後に破棄。 公共企業連合たる非抑圧社財団に引き継がれる。メインターミナルは、非抑圧社財団によって落成された。さらにこの時点で、イラン民間航空機構の決定により、第二ターミナル建設及び、全体の管理は、トルコ・オーストリアのコンソーシアムタブに引き継ぎれた。当初の開港予定は2004年2月1日が、予定された。しかし、イラン石油省との協定調印の不調による、 新空港への燃料供給懸念など問題が山積、開港は同年5月8日まで遅延した。さらに開港を目前にして、地元航空会社2社が新空港への移転を拒否する事態が出かした。経済史、早当て脳は、半官半民の航空会社イランアーセマーン航空の社長、アリー・アーベドザーでの、私たちは外国人の運営する空港からは飛ばさないという。 言葉を引いている。5月7日、当局は、タブに、空港からの機材、人員の引き上げを命令、運営は、イラン航空に委ねられた。これについても後を受けた、空港支配人、ホセイン・ピールーズ・イーは、タブ関係者はまだ空港運営を行っているとの、報告であった。全員が、金曜日までに、空港から立ち去っていたにもかかわらず、である。私は、軍から、 虚偽の報告を与えられたのだと考えていると発言している。5月8日にエマームホメーニー国際空港は開港した。しかし、数時間も経たないうちに空港運営における外国人の関与とそれによる航空法案上の懸念を理由として革命防衛隊の手で閉鎖されてしまった。結局、着陸が許可されたのはドバイからのエミレーツ航空の第一便のみで続く 同じドバイからのイラン航空便は新空港が閉鎖されていた上に、メヘラーバード国際空港への着陸も許可されず、エスファハーン国際空港への目的地変更を余儀なくされ、残余の便は全て着陸空港をメヘラーバードへと変更されたのである。5月11日、トルコ外務省のユギルズ・ヤル次官は、イランのキャマール・ハラーズ・イー外相と会談。 この件に関するイラン軍の活動に懸念を表明した。5月13日、新空港は再開された。革命防衛隊の幕僚代理として、アリー・アフシャール淳相は、外国企業はすでに空港運営から離れており、保安上の懸念はすでに解消したと発言。一方、タブ側は論争解決のために2週間の退去で合意したものの、タブが第一ターミナル運営を行うという、 イラン政府との署名協定書が未だに効力を持つと信じると述べている。さらに問題をややこしくしたのが2005年4月29日に英国及びカナダが発出した両国市民への空港利用に関する警告である。警告ではエマームホメーニー空港の滑走路が以前のガナート上に建設されており安全性に懸念があるとした。イラン当局はこれについて 同空港は国際民間航空機関による調査、認証を経ており、安全上の問題はないとの反論を行っている。メヘラーバード国際空港からの国際線移転は段階的に進められた。当初はペルシア湾岸諸国発着便のみがエマームホメーニー空港へ移転した。国内線と巡礼便以外は全てエマームホメーニー空港へ移転する計画であった。 この計画に沿って2006年夏に残余の国際線が移転する予定であったが、たびたび延期。最終的には2007年10月28日午前0時をもって、ダマスカス、ジッタ、マディーナなど数便以外をエマームホメーニーに移転することが10月26日に発表された。これは発表通りに実施され、エマームホメーニー空港はテヘランにおける 国際空港として完全な運用に移った。エマームホメーニー空港の設計には批判がある。いくつかの区域での天井の低さ、洗面所の不足などを主とするものである。これはベヘラーバード空港からの移転により空港運用能力に関わる問題にまで拡大している。第二ターミナルは未だ建設中で完成していない。2008年1月4日、テヘラン州。 ギーラン州は50年来ラランには見られなかった、激しい暴風に見舞われた。その後も、気象状況は緩和せず、1週間にわたって、すべてのフライトが欠航となった。しかし、エマームホメイニー空港は、標準的な乗客用サービス、すなわち、レストラン、金傍のホテル、免税店などが欠如しており、何より、今後の見通しに関わる、情報提供が欠けていた。起こった。 利用客により空港内は騒乱状態となり、個々の要求への返答と食材の無償提供、さらにはイラン航空による運営の廃止を迫った。これに対してイラン航空は諸要求に応えた。また騒乱は警察によって非暴力的に解散され、空港は運用が続けられた。しかしこの事件を受けて2008年1月13日、 イラン航空は公式に空港運営を辞退した。イランのパスポート保持者は年齢に関係なく課税される。これはイラン歴1年間において1回目に15万リアール、2回目に20万リアールが徴収される。ただしイギリス、アラブ首長国連邦、トルコへの出発に際しては1回目30万リアール、2回目40万リアールである。1ドルは 約9200リアールである。海外在住のイラン市民については、現在、空港税は要求されないようになった。2007年12月15日イラン時間午前3時、KLM オランダ航空のエアバス A330 型機が、ルフトハンザ航空機と接触する事故が起こっている。犠牲者は出ていないが、この事故の影響で、ルフトハンザ航空601便は、欠航。 両社者印鑑で深刻な口論が持ち上がる結果となった。事故は KLM 機が搭乗橋横付けのために停止する際にフランクフルトへ向けて離陸のためか走路へ向かっていたルフトハンザキの翼に接触したためである。両機とも重大な損傷は受けていない。2020年1月8日、ウクライナ国際航空752便が離陸直後に イスラム革命防衛隊の地対空ミサイルによって撃墜され、乗員乗客176人全員が死亡した。市内へのアクセスは地下鉄とタクシーの2つ。2017年8月7日にテヘランメトロ1号線の沿線が通り、市内中心部まで地下鉄で結ばれた。到着ゲートを出たところがタクシー乗り場となっている。そこにはカウンターや 待機列に常住している係員がいる。テヘラン市内へは一律料金の75万リアル。ただし、所要時間は約1時間から3時間程度となっている。なお、白宅行為をしてくる人がいるので注意。ありがとうございます。